弟子がまた暴れ出したぞ。あの野郎。何事だ。また麦わらって言ってたぞ。麦わらっていや、あいつだろ。頂上戦争で兄貴を救えなかった海賊。救わなくていいんなら俺にだって同じことができるぜ。どうべば何をする。やめろ貴様。私はドエレーナ王国の貴族であるぞ。やめた。てめえ今気安く誰を笑ったっぺ。いいか、麦わらのルフィ先輩はいずれこの時代を背負って立つお方、未来の海賊王だべ。俺は見たんだべさ、2年以上も前のこと。イーストブルーはローグタウン、海賊王ロジャーが死んだ伝説の死刑台で絶体絶命の彼は叫んだ。俺は海賊王になる男だ。その瞬間天は自分を落とし、あの方を生かした。やっぱ生きてた。もう OK。 ほら、奇跡を見たんだっぺ。それからずっと麦わらの一味の記事を追いかけた。アラバスタ、エニエス・ロビー、インペル・ダウン、そして運命のマリン・フォード。マジでしびれた。ボス、ぶち倒した敵の兵隊どうします。海にでも捨てとけ。たかだか地元で150の町を締め上げた程度の暗黒街のボスだった俺は、ルフィ先輩に憧れてとうとう海さ出ただ。いいよ、もう一度言ってみろ。てめえのクズどを棚に上げ、ルフィ先輩に何やら上から物を言ってたな。どの下が言ったんだ。おめえに何かできんのか、虫けら野郎が。バルトロメオも暴れてるぞ。話せ。話すか。いい加減に手を離せ。だいたいなんでお前と戦わなきゃいけねえんだ。俺疲れてんだよ。どうか。危なくて。確かに近づけねえ。いざとなるとダメだ。緊張して近づけねえべ。あの目の下の傷、本物だべ。めちゃくちゃかっこいいべ。派手、涙で前が見えねえべ。腐れキャベツ野郎をぶち殺して、あの方を守って差し上げてえが。おいくら、キャビア、キャベツ。ダメだ、噛む。おう、
な。聞け合い、うちのじじいがお前に一言言いてえってんだ。ねえじいちゃん、しっかりしろ。ああもういいだろう、俺が勝ったじゃねえか。違う。もうガープすら恨まぬ、巨大なる感謝の意を表したい。一言礼を言わせて。ん、待ってくれガープの魔王よ。待て麦わら。近くを通ったべ。あの待って、おい勝負から逃げるな。どうすべ話しかけていけど、どうしたらよかっぺ。待ってください。この頭を戻してくれた礼に、我が孫の八方水軍を己の作家に。待ってくれ。なんなんだあいつら、しつこいんだよ。